はい、オルガンライフです。皆さん、イヤホンとかヘッドホン、あとその他オーディオ系のプラグ差し込みして回すとガリガリ言う、そういうことないですかね。私もこのヘッドホンのプラグ挿して回すとガリガリ言うようになりましたね。こういう時、いろいろ専用のクリーナーがある。ただあの中って基本無水エタノール、アルコールが入ってるんですよね。だからこれ1本あれば、まあ、ほとんどのプラグ清掃できますね。これドラッグストアに売ってます。今からこれを使ってプラグの清掃をします。まず無水エタノールを染み込ませる。このぐらいですね。もうちょっと端がいいですね。そしてこう折り込む。で回してください。軽く回してください。ゴシゴシこするとメッキとか剥がれやすいですので、軽くですよ。綺麗になりましたね。汚れも少しついてます。これだけで綺麗になります。軽くこするだけで OK です。それアルコール自然に蒸発しますので、空拭きいらないですね。それこの状態で接点よみがえります。まあ、あとオーディオ系以外でもメモリーカードの端子、そういうものにも使える。ただ、まあ、綿棒とかでこの差し込み側ジャックの方を掃除するのは、まあ、気をつけてください。まあちらジャックの中に差し込む専用のクリーナーというもの、そういうものがありますので、それを使ってください。こういう端子が露出しているもの、そういうものに使うとノイズ減らすことができますね。まあ、あと汚れを放置してると本当にこびりついちゃって、このケーブルを交換しないといけない。高級なイヤホン、ヘッドホンだとこのケーブルだけを購入する、そういうこともできます。ただ多くのヘッドホン、イヤホン、ケーブル直付けですので、ここが傷んでしまうと全て買い直し、ちょっと高い値段で買った、まああとイヤホン、ヘッドホンがお気に入り、そういう人は買いたくないですよね。ですので定期的にこの方法で清掃してください。守ることは軽くですね。ゴシゴシこするって感じじゃなくて、軽く撫でるという、そんな感じでいいです。オルガンライフのちょっとした生活の知恵でした。では、バイバイ。